夏休みシーズンに入り、海や川で遊ぶ子どもたちが増える時期ですが、毎年この時期は多くの水難事故が発生するタイミングでもあります。今回は川で遊ぶ際の注意点を改めて確認していきましょう。一つ目は、川で遊ぶときはライフジャケットやロープ、浮き輪などを準備しておきましょう。二つ目は、川は見た目は穏やかでも水の中では渦や複雑な流れが生じています。深い淵や流れが速い早瀬、増水時に取り残される中洲に注意してください。3つ目は、現地の気象情報や川の状態を事前にチェックしてから向かいましょう。滞在中も気象情報や川の状態は常に確認をしてください。川の様子が急変する前兆も確認していきましょう。水が流れてくる方の空に黒い雲が見えたとき、落ち葉や流木、ゴミが流れてきたとき、雨が降り始めたとき、ゴロゴロと雷が聞こえたとき、これら4つのどれかが見られた場合、川の上流でゲリラ豪雨などが発生している可能性があります。遊んでいる場所の天気は穏やかでも、川の水位が上昇したり流れが急に速くなったりするので、川から出てすぐに避難するようにしてください。川遊びは危険な場所を避けて、周囲の天気変化に注意しながら、子どもから目を離さず安全に楽しみましょう。雨雲の様子やゲリラ雷雨の発生リスク、河川の水位の状況はお天気アプリウェザーニュースのレーダータブからご確認いただけます。ぜひご活用ください。